落ちるとき、いつも教えるように足を揃えてうまく落ちたかい？いい、うまく落ちた。子供のネズミはまるで蚊のような小さな声でセロの底で返事しました。大丈夫さ、だから泣き声出すなと言うんだ。ゴーシュはおっかさんのネズミを下に下ろして、それから弓を取って、なんとかラプソディとかいうものをゴーゴーガーガー弾きました。するとおっかさんのネズミはいかにも心配そうにその音の具合を聞いていましたが、とうとうこらえきれなくなった風で、もうたくさんです、どうか出してやってくださいと言いました。なんだ、これでいいのか。ゴーシュはセロを曲げて穴のところに手を当てて待っていましたら、まもなく子供のネズミが出てきました。